スピードワン、おう、腕で掴まれた途端血液の流れも凍らされる。お前の気化凍結法、それをいかにして破るか、どうやって波紋を送り込むか、その突破口を今ダイヤさんの波紋を帯たバラが教えてくれたぞ。ディオ、波紋を込めてこの勇者ブラフォードのラックとブラックの剣で切る。この剣を伝わらせて一瞬で波紋を送れば、お前の冷凍法が血液の流れを凍らすことはないはず。彼の小便よりもゲスな波紋謎をよくもこの俺に。いい気になるなよ、くっ、てめえら全員ゾンビどもの餌だ。青ちょびと面を餌としてやるぜ。出たな、奴のこの世のどんな悪よりもどす黒い性格が。これまでの冷静さやダンディーな態度など単なる仮面に過ぎねえ。これが奴の本性。初めて味わった奴の屈辱的波紋初体験ってわけよ。ゾンビがオイラたちを襲うよ。このストレイツを容赦せん。俺の名はペイジ・ジョーンズ・ウラント・オーナム。甘い攻撃くらえ、殺す、浮かすな、いや容赦せん。バカめにな、そこ。やるのか、そこ見せてやろう、そこ容赦はせんぞ。覚悟はいいか、いや光にな、鉄拳神攻撃、容赦せん、殺す、殺す。うわ、覚悟はいいか。このストレイツを容赦せん。浮かすな、いや、そこ鍛錬の成果、たわいのないものよ。恐怖な、鉄拳オーバードライブ、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 そこ、コンフィーナ、バカビ、オーバードライブ、殺す、手を挙げてやる。バカ、オーバードライブ、おりゃ、光りな、浮かすな、龍気よりゃ、何この私の気よりゃ、やっと鉄拳攻撃、鉄拳神攻撃、覚悟はいいか。このストレイツを容赦せん、容赦せん。
月間神攻撃。バラは生き物だから、その樹液中に波紋を帯びさせたまま放つことができるが、金属は生物ではないので。触れて流さねばならない。
めて剣で斬る。メタルシルバーオーバードライブ。よくもこうだ。よっ、おりゃ、いい気になるなよ。オーバードライブ。やった！うわー！ついに倒したぞ、ディオ！ついにやったー！違うね。マヌケどもが。これは、凍っている！チェックが甘かったな。ジョジョ！このディオ、貴様の精神の爆発力、認めよう。今の攻撃も素晴らしいものがあったことも認めよう。だが、ジョジョ、このディオの冷凍法は、絶対破れん。腕一本なら触れただけで十分。全身でも2秒で完璧に仕上げようぞ。なんだ？その緊張した構えは、まだやる気か？あがいてもあがいても、人間の努力には限界があるのさ。波紋法の修行努力など、無駄！無駄！無駄！